今日はこちらの水盤に生けていきたいと思います。使う花材はこちらのアセビですね。バナアセビと、あとはこちらのユリになります。もう両方ともある程度葉を落としておりますので、こちらを形を整えながら生けていきたいと思います。まず枝の正面ですね、息を入れながら正面を決めていきたいと思います。しっかりと下の部分は切ってあげるといいですね。そうすることで剣山に刺さりやすくなり、また、こちらの水揚げが良くなります。同じようにしっかりと切り目を入れていきます。ユリはお花が咲いたときにどの向きがいいかを考えながら切っていきます。今日はちょっと花材の方が頭が重い木なのでちょっと判定するのが難しいです。はい、受けられました。こちらになります。はい、こちらで完成です。